なんだか様子がおかしいぞよ。危険を察知する我が輩の特殊能力、デンジャラスセンサーがビンビンに反応しているぞ。ベロベロスの心臓は後頭部に設定してあったんだ。それを貫かない限りベロベロスを倒すことはできない。しかも一度倒されかけたベロベロスは究極の変態化を遂げ、極上ベロベロスへと進化するのだ。どうせボツキャラだろうとパラメータ調整を何もしていないからほぼほぼ無敵。みんな逃げるぞ。ユナさん、ナツミさん、エロリー、まずい、また3人がベトベトに。いや、レイジ君、それは違うんだ。ノーマルベロベロスは粘液でベトベトにするぐらいで満足していたが、極上ベロベロスは性欲の権化、そんなレベルではない。じゃあどんなレベルなんですか。ほら、触手もののアダルトゲームがあるだろう。もはやあのレベルだ。ちょっと待ってくださいよ。それって浅野さんだけが無事で他のみんなは凌辱されてしまうってことじゃないですか。私だけが無事ってとこそんなに強調しないで。変態、どうにかしなさいよ。もしあんなのにユーノが傷者にされたらあんたを絶対許さないから。俺だってどうにかしたい、どうにかしたいが、しかし何よこれ、ちょっと何をする気。わあ、ヌメヌメの触手がユーノのセーラー服どかしてる。うえー、気持ち悪いよ。はあ、私このままとろけてしまいますわ。あれ、ねえ、これどうなってんの。私たち
さっきまで浅草の町にいたわよね。うん、ベロベロスの触手に捕まっていやらしいことされそうになってたんだよ。あれれ、服溶けてないね。ええ、ベトベトにもなっていないし、これってどういうことかしら。さっぱり状況が理解できないのだけど。おい、みんな、スマホで日付を確認するなりよ。なんだかおかしいことになっておるぞ。ちょっと待って、これっておかしいでしょ。だって私たちずっとここに泊まってるのよ。どうしてまだ日曜日なわけ。それに日曜日の9時半って言ったら、セブン評議会が終わってから2時間ぐらいしか経ってないじゃない。そんなはずないよ。だってユーノたちお家に帰れなくて戻ってきたんだもん。それからエロリーちゃんと会ったり、ベロベロスと戦ったりして、2日は経ってるはずだよね。ええ、そうよ、2日経っているはずだわ。なのにどうして日付が合わないの。いや、どうもそうじゃないらしいな。日曜夜7時頃に新世界ゴーグルでワールドプログラムのデモンストレーションを行ったのを覚えているかい。もちろんよ。でも途中でプログラムが強制終了したとかで中止になったでしょ。俺たちの認識ではそうだ。しかしその後のターニチカとボイスチャットの録音データがここに残っているんだが。おーい、どうしたのだ、急に黙ったりして。ほら、なんか反応しろ。誰か返事をするのだ。もしもし、繋がってるのは分かってるのだ。許すは許さないのだ。正解、無視するな、この変態うんこ野郎。面なのだ、放置プレイは嫌なのだ。ターニャの何が悪かったのだ。ターニャ眠ってたのだ。相変わらずそっちからお返事なしか。ターニチカがログアウトしたのが今からほんの数分前ということは、俺たちはワールドプログラムの暴走直後から2時間ほど意識を失っていたということになる。ターニチカの泣き言を誰も聞いていないのが何よりの証拠だからね。世界、それでは我が輩たちはみんな揃って意識を失っていただけでなく、同じ夢まで見ていたということになるではないか。一応俺たちが見たのが同じ夢だったのか、そいつを確認しておこうか。セブン評議会が終わった後、帰ったはずのレイジ君、浅野、ユーノに強引に誘われて夜の浅草に出た。そこで俺たちは、フォー、アンブリバブー、ローブリバブ現象を体験したのである。それから怪しい怪物の影を見つけて基地に逃げてきたのよ。で、次の日に外に出てロープレマップ現象を調べてたら、エロリーってバカ父の NPC と出会ったのよ。その夜に1回目のベロベロス討伐作戦をしたんだけど失敗しちゃったんだよね。次の日になってベロベロスを倒す剣の作り方をエロリーが喋り出して、素材を集めてバイトさんがブラウに。夏美さん、やめてください。たとえ夢だったとしても思い出したくないんですから。それから第二次ベロベロス討伐作戦が行われた。レイジはなかなか奮闘してくれたが、まさかベロベロスがあんな進化を遂げるとは。でねでね、パワーアップしたベロベロスにユーノたちがいやらしいことされそうになった時に目が覚めたんだよね。驚いたな。
俺たちの夢の記憶は完全に一致してるじゃないか。これは一体どういうことなんだ？集団催眠？いや、それにしてはあまりに整合性が取れすぎているか。どうでもいいけど、今日はもう休ませてくれない？夢とは思えないぐらいに疲れてしまっているのよ。まあそうだね。今晩のところは解散して、各自ゆっくり体を休めてくれよ。この現象に関する検証はまた明日にしよう。しかし、本当にどういうことなんだ。まるで狐にでも化かされたような気分だね。大丈夫だ。もう悪夢は終わったんだから。昨日
俺たちに起こったことなんだがね。あれは単なる夢なんかじゃなく、俺たち全員が確かに体験した実際の出来事だと確信しているんだが、みんなはどう思う？右に同じだ。我が輩たちはあの時確かに異界の扉をくぐってあちら側へと到達していたのだ。次元を超越した異世界へと。ユーノもあれはただの夢なんかじゃないと思うんだ。みんなして同じ夢を見るなんて絶対おかしいよ。そうね、本当は認めたくない、認めたくないのよ。でもこれだけみんなの記憶が一致してるなんて、単なる夢の一言では片付けられないわ。大地、現実感が半端なかったもんね。さすがにあんな体験しちゃうと認めざるを得ないわ。僕も皆さんと同意見です。よし、ならばこれをみんなの共通認識としよう。そして原因を究明するにあたって、まずあの体験に名前をつけようと思う。今よりあの体験を新世界体験と呼ぶことにする。各自今後はこの名前を使うようにね。じゃあ新世界体験の謎を解明していくことにしよう。各自さまざまな角度からあの現象を検証してほしい。あのゲーム作らないんですか？確か新作を作り始めるって話じゃ。そうだ、世界中で同じような事例がないかどうかも探してみる価値があるかもしれないね。レイジ君、この仕事は君に任せようか。はあ。なんだね、その気の抜けた返事は。俺たちの手であの摩訶不思議な新世界体験の謎を解き明かさなければならないんだよ。気合と情熱を持って全力で取り組もうじゃないか。ないのだ。こんなことならお金のことは気にしないでタクシーに乗ればよかったのだ。もうちょっとなのだ。ゴールは近いのだ。
ぜにこんなところにバナナが。それも皮じゃなくて身の方が。わけがわからないのだ。はっ、これはもしかするとあの変態の陰謀なのか。そうに違いないのだ。きっとどこかから盗撮して美少女のパンツ丸見え動画をサブちゃんにアップするのに違いないのだ。変態許すマジなのだ。あの、君大丈夫？これが大丈夫に見えるのか？パンツ丸見え動画がアップされちゃうのだぞ。ターニャの人生はお先真っ暗なのだ。ひょっとしてお前もターニャのパンツが目的なのか？親切なふりをして声をかけて油断したターニャに何かいたずらをするつもりなんだな。この国は変態の巣窟なのだ。助けようとして悪かったね。いたずらはしないけど、君がそう言うなら僕は行くよ。それじゃ。行かないでほしいのだ。ターニャを見捨てないでほしいのだ。そこのあなた、昼間から往来で幼女にいたずらしているとこの国では逮捕されるわよ。夏美さん、それは誤解です。というか助けてください。夏美、そうか、お前がバナナトラップの犯人だな。あれ、夏美さん、ひょっとしてこの子のこと知ってるんですか？いいえ、知らないわ。じゃあね。ちょっと待つのだ。無視するな。こら、夏美、夏美、夏美。あ、いや、間違えたのだ。夏美さん。無視するな。なのです。相変わらず目上の者に対する礼儀がなっていないようね、タチアナ。夏美さん、ひょっとしてこの子が北海道にいるジャッジメントセブンのメンバーのタチアナさんなんですか？ターニャはジャッジメントセブンなんていう変態チームの一員になんかなってないぞ。勘違いするな。ええ、そうよ。この幼女は私たちの仲間でも何でもないわ。だからあなたも放っておいて早く基地に来ることね。そうやって思いっきり否定されるとなんか悲しいのだ。
もしかしてお前もジャッジメント7のメンバーなのか？え、そうだけど。あ、そうか、わかったぞ。お前がレイジだな。うん。なんだ、だったら最初から言ってほしかったぞ。そうすれば話が早かったのだ。さあレイジ、ターニャの荷物を拾い集めてスーツケースに詰め直すのだ。え？ほら、さっさと始めるのだ。じゃあ早く基地に行くのだ。スーツケースはレイジが引っ張るのだ。ターニシカ、夏美から話は聞いてたよ。遅かったじゃないか。にゃにゃにゃ、突然顔を見せてびっくりさせる作戦だったのにちっとも驚いてないのだ。全部夏美にバラされたのだ。別にバラしたつもりはないわ。驚かせるつもりなら口止めでもしておけばいいじゃない。年上なんだから、それくらい空気を読んでほしいのだ。でもターニャはみんなに驚いてほしかったのだ。それを楽しみにして北海道からはるばるやってきたのだ。なのに。タチアナ、我が輩がしっかり驚いてやったぞ。これで満足だろう。なんだ、まだ驚きが足りないのか。タチアナ、お前もなかなかの欲しがりだな。いいだろう、ならば我が輩の全力の驚きでもってお前を歓迎してやろうではないか。もし驚きが欲しい時には遠慮なく言ってくれ。改めて言おう、タチアナ。ジャッジメント7の基地への帰還、ご苦労で。前に会った時とさほど身長も変わっていないと見える。もしや体内時間を停止させるあの禁断の技を得得したということか。その名もストップジエイジ。もううるさいのは勘弁だぞ。ほんとイルカは相変わらずキモいのだ。前にも増してキモくなってるのだ。我が輩がキモいか。我が輩をキモいと感じるのは天国の主カルシオの洗脳によるものだろう。心の目ハート肺を開くことさえできれば我が輩のソウルシャドウが見えるはず。その時こそ洗脳は解け、我が輩のことをキモく思わないはずで。ちょっとイルカ、外にまであんたの規制が響いてたわよ。
近所から苦情が来たらどうするのよ。少しは周りのことも考えてよね。お姉ちゃん大丈夫だよ。イルカさんがすぐに規制を上げる変な人ってことはこの辺りの人ならみんな知ってるから。タチアナ、あんたどうしてこんなとこにいるのよ。わー、ターニャンが来てるなんてびっくり。でもでもすっごく嬉しいな。ターニャンおかえり。ターニャン相変わらず可愛すぎ。しばらく会えなくてユウの寂しかったんだよ。ユウの話すなら、おっぱに顔が埋もれて息ができないのだ。ユウのにムニュムニュをされる金髪幼女、これはこれで素晴らしい光景だね。しっかり映像を残しておかねば。オワリさん、一応確認したいんですけど、この女の子がジャッジメント7のサブプログラマーのタチアナさんなんですか？他の誰だって言うんだい？では紹介しよう。彼女こそがジャッジメント7のサブプログラマー、タチアナ・アレクサンドロヴァナ・シャラポバ。愛称はターニチカだ。違うよ、ターニャンだよ。禁断のロリータウェポンである。ただのお子様ね。つまりこれがタチアナってことよ。ちょっと待つのだ。ターニャンこの変態チームの一員になった覚えはないのだ。どうしてもって頼まれたから仕方なくゲームを作る手伝いをしているだけだぞ。天才のちょっとした暇つぶしなのだ。あら、それは知らなかったわ。そう、単なる暇つぶしだったのね。だったらもっと重要な研究をするべきじゃないかしら。天才であるあなたがゲーム作りなんて時間の無駄でしかないと思うのだけれど。嘘なのだ。本当はゲーム作り結構楽しいぞ。だから手伝わせてほしいです。あ、ひょっとしてそこにある小学校の机って。ああ、あれがターニチカの机だ。北海道の学校が夏休みや冬休みの時には長期滞在して作業をしてもらうこともあるからね。レイジ、どうしたのだ。さっきからほうけたような顔をしているではないか。いや、その、何でもありません。ただ、ちょっと驚いてただけです。タチアナさんが小学生だったなんて、想像もしてなかったんで。ん？今のは聞き捨てならないぞ。ターニは小学生なんかじゃない。もう中学生、立派なお姉さんなのだ。最近は胸だって膨らんできたんだぞ。セクシーボディまであと少しなのだ。